声で目が覚めて、でももう少し寝たい気もするな、でも君に怒られるな。最近の幸せといえば、おいしいものを食べることで確か前はもっと大それたこと語ってたはずなのにな。洗濯物をパタパタ伸ばしてる君をソファーの上で眺めてたら、なんとなくわかった気がしてきて、そうだ、あの日君こっちを向いてばかれて笑ってくれた時、きっとあの時変わったんだ。こんな毎日を願う僕に、たとえアイドルの付き合いなくたって会社に乗れなくたって、君はここにいるなら幸福な人生だろう。大事にすべきものは探せばいくらでもあるんだけど、本当はそんなにいくつものものは守れなくて、だから選ぶんだよ僕も君も。あの日君はこっちを向いてお帰りって笑ってくれた時、きっとあの時変わったんだ。こんな毎日を願う僕に、たとえ世界を救えなくたって有名になれなくたって、君を守るためにられたら後悔しないだろう。